メトロトランジット200系電車は2013年より営業運転を開始したメトロトランジットの LRT 車両シーメンスの S70 を採用したグリーンラインの開業及びブルーラインの車両増備に伴いグリーンライン向けに47両、ブルーライン向けに12両が導入され総額は1億5321万1516ドルとなった 合計59両が在籍している。100型に続いて70%低床の部分低床構造、3車体3台車の連接車とされた。車体は構成。ドアはプラグドアでドア閉時にドアチャイムが鳴る。制御装置は2レベル PWM の育部と VVVF インバータ制御で 1C2M 制御である。制御装置は屋根状に設置されている。 加減速時に独特な音を発する。主電動機は、カゴ形三小誘導電動機で、100型では、全閉外線式だったが、本車両は、全閉自骨通風式とされた。駆動方式は100型に続き、クイル式駆動方式を採用し、平ら歯車とスパイダーを介して伝達される。車輪径は 660mm である。S70 ロー。 フロアライトレールビヒクルシーメンス AB リッチロバグマークファーマンライトレールビヒクルタイプにプロキュアメントメトロポリタンカウンシルトランスポーテーションコミッティリトリーブド2012年10月12日ファーストクラスボギーズシーメンスありがとうございます